お元気様です。久留米市中枢の平です。本日はですね、9年前の、要するに来年の1月に起きるであろうという、その最悪の、過去最悪の共通テストと同じレベルになるだろうという9年前のですね、過去最悪だったセンター試験の点数を見ながら、その点数、明善高校の生徒でしたけどね、前にも明善高校の生徒の文系のこのを見せたと思います。今日は理系のこの点数を見てもらいますけれども、結局のところ、長崎県立大学の、総合管理かなんか、文系理系どちらもありみたいな学部学科ですね、そちらの方の理系というやつで行ったと思いますが、というやつを一つですね、見てもらって、一応来年の1月、これだけ厳しくなって、明善高校の生徒でもこれくらい点が取れないよと。いうふうなことをですね、前もって心の準備をしておきましょうということが一つ目。で、二つ目、後半になりますけれども、来月のですね、9月、12月になると、冬季講習というか、学校で、冬課外というのが始まりますね。冬季講習って書いちゃってるけど、冬課外ですね。冬課外が始まったとき、おそらく今年の高校3年生は、揉めるだろうなと。これは9年前の高校3年生もやはり同じ性格でしたから結構揉めました。一体何が起こるのかっていうことなんですね。ちょっと先回りしてお伝えしておこうと思います。ということで、まず最初に成績表から見ていきましょう。9年前のですね、その過去最悪だった、センター試験の点数、要するに来年の1月ですね、2ヶ月後に起きるであろうという、その試験の点数が、これぐらい厳しいですよということはですね、お伝えしておこうと思います。ということで、この明善高校の理系の子ですけれども、国語は取れてますわな、121。で、数学がですね、取れてないわけですよ。理系なのに97しか取れてないと。で、私の方がその数学の個別指導をやろうかって言っても、いや、結構ですということでね、もうとにかくその今年の高校3年生と同じように頑固な学年ではありましたので、もう絶対そんなのいりませんみたいな感じですね。確かにその下を見てもらったら分かりますが、理科が取れてないわけですよ。もう英語は152点、ね、200点満点の英語で、152点、素晴らしい。さすがですね、明善高校生です。で、地理も70点台、ちゃんと約束通りですね。ただ、理科に関しては、もう前々から私が約束ということで繰り返し言ってますけど、理科は1つは90点台、もう1つは70点台でいいけどね、そういうふうなことを言ってたんですけれども、化学の方は69しか取れてないんですよね。で、物理の方は34しか取れてないということで、これはちょっと、出せないやというふうな理科の点数なわけですよ。で、理科の点数や数学の点数がね、理系なのに、これだけ悪いのは、やっぱり英語のやりすぎなんですよ。繰り返し言いますけども。福岡県というのは、もうとにかく英語以外はもう勉強せんでいいと。英語だけやれみたいなことを福岡県は各県立高校に徹底させていますので、英語の成績はすごいわけですよ。でも、理系の生徒って英語の成績上がったところでもう大したことないからですね。もう理系の生徒はもう数学とか理科とかに勉強時間を投入しないといけないですから、こんな英語やってる場合じゃないんですよ。もう英語のね、二次試験がある理系の大学ってどんだけありますかと、九大とかならあるけどね。九大以外になってくると、大体理科と数学が二次試験でしょ？英語がないんですよ。だから英語なんかやったってしょうがないんですよ、理系の子は。文系の子は英語で合否が決まりますからね。文系の子は二次試験の英語が必ず取れてないといけませんから、英語に命をかける高校3年間中ので、福岡県の方針は、その文系の生徒にはぴったりなんですけど、福岡県が各県立高校に英語だけ勉強しろっていうのは、これは理系の生徒にはよろしくないんですよ。だから、何度もお勧めしているのが、地元の郵政高校とかね、私立高校の方がいいですよと。私立高校だったら、福岡県のその命令に従う必要性ないからですね。郵政高校をはじめとして、そのバランスよく教科を教えてます。英語ばっかり勉強させるとかいうのはですね、あんまりやってないんですよ。ただ、どちらかというと、郵政高校以外の、その中高一貫とかね、久留米親愛とか、八女学とか、ああいったところは、どっちかというと、中高一貫の方はですね、私立は私立でも、なんか、えらく英語に力入れちゃってるので、ちょっと理系の子厳しいかなというふうなのは、ちょっと感じてるんですけどね。そういうことでですね、ちょっと英語やりすぎ。英語ばっかりやってるもんだから、数学は取れない、理科は取れないと。
もう数学もね、そんなにめちゃくちゃ取る必要性はないですけど、やっぱ2桁は厳しい。うん、文系の子は2桁でいいんですけどね、理系の子はやっぱ3桁欲しいわけですよ、100点以上が。200点満点でね、100点以上欲しいんで、私が数学の個別指導やろうかって言っても、やっぱ言うこと聞かないんですよね。うん、まあ、それだけ頑固な学年ではありました。はい、ということで、まあ、敗因に関しましては、まあ、結局、長崎県立大学まで落とした理由としては、数学が取れてないっていうのもあるんですけど、やっぱり、理科がもう本当に取れすぎてないと、もう取れないのがひどいということですね。はい、理科で160点取らないといけないのに、理科で、103点かしか取れてないということでね、まあ、英語の失点はまあまあいいとしても、理科の失点60点ぐらい落としてるのはやっぱきついですよね。ここが取りどころですから。はい、ということで、まあ、古文なんかもね、見てもらうと20点取れてます。だいたい詰め込み暗記だけやっとけば古文は20点取れるんですよ。で、この年の過去最悪だったね、国語の入試問題なんちゅうのは、まあ、この年一緒に東大の文2に受かった敷設高校生が古文32点でしたから12点しか差がないので20点ね、誰でも取れる20点取っとけばほぼほぼ東大に合格する生徒と点数変わりませんから。で、東大に通った生徒はその漢文の方も38点でしたので漢文の方もですね、ほぼほぼ点数差はありません。10点ぐらいしかね、はい、しかもこの子理系なのに文系の生徒とそんなに点差がありませんので、それ考えるとですね、まあ、そこまで差はつかないわけですよ。うん、もうでき、あの、あんまりにも難しくなりすぎて、もうできる生徒とできない生徒の差がつかないっていうのが、まあ、おそらく来年の1月に行われる共通テストですので、どこで差をつけるかっていうと、やっぱり理科ですよと、ね、理系の生徒は、理系の生徒っていうか、理系の生徒は理科ですよっていうところですけど、まあまあ、社会と理科ですね。社会で70点、理科で160点取りましょうと。で、理科で160点っていうのも、80点、80点という取り方をしたら、今度は私立大学が受かりませんから、必ず片方は90点、ね、もう片方は70点でもいいから、そうしましょうねということですね。はい、以上です。さあ、ということで、今日のメインタイトルになっていますけれども、よいしょ。はい、来月ですね。12月になると、今年の高校3年生に限っては学校と揉めると思います。はい、で、一体何が起こるのかっていうと、まあ、冬加害になるとですね、高校1年生や高校2年生を担当していた腕の立つ先生たちがですね、高校3年生の冬加害に参加するんですよ。うん、だから高校3年生を担当している、そこまで授業が上手じゃない先生よりは、高1、高2生を担当しているベテランの授業が上手な先生をですね、冬の課外授業、最後の追い込みで、まあ、担当させようみたいな感じでですね、どこの高校もやっちゃうんですよ。そうすると、まあ、そういう腕の立つ先生ってどうかっていうと、大体横柄なんですよね。俺様、プロやみたいな感じで授業に乗り込んでくるわけですよ。で、初対面の高校3年生で、しかも入試直前の一番デリケートな時期なのに、お前らこんな問題も解けないのかと、お前ら絶対もうこれ無理だぞと、共通テストなんか受けたってしょうがねえだろうとかですね、もうお前ら高校卒業したらさっさと就職しろと、大学行く資格ねえぞみたいな感じでですね、今度の冬休みになると、ボロクソに言い始めるわけですよ。で、他の8学年はですね、ちゃんとそこら辺に関しては、まあ、言うことに関して、おとなしく聞いてるんですけれども、まあ、今年の高校3年生はですね、まあ、すごく、まあ、根性の座ってる学年ですから、ね、いいように言うなら根性が座ってるんですけれども、悪いように言うならば、まあ、私も同じ学年だからですね、あれなんですけども、強い人、ね、目上の人とか強い人に対して牙を向いてしまうようなタイプなんですよね。うん、普通の学年はね、他の学年はそういうふうな強そうな人を見たらですね、シューンとなっちゃうんで、それで落ち着くんですけど、今年に関しては揉めます。9年前もめちゃくちゃ揉めました。もう大変でした。もう塾に来てですね、久留米市私立に来て、でも先生も学校の先生からこんなこと言われた、あんなこと言われた、ムカつくとかいうふうに感じですね、なってしまってですね、大変でした、これは。で、他のその高校3年生を担当している先生も、まあ、冬の課外授業とかでギャンギャン言ったりするじゃないかと、あれはいいのに、なんでその高1、高2生を担当していた先生がね、冬の課外授業でギャンギャン言ったらそんなに反発が起きるんだっていうと、
まあ、やっぱりその高校3年生をね、4月からずっと教えていた先生たちとはもうお互い気心が知れてますから、ああ、この先生が頭ごなしにガンガン言うのは、これは愛の鞭だよねっていうことで、大体理解してくれてるんですよ。ところが、その今まで一度も習ったことがないような高1高2生を担当していた先生が、突然来月ね、12月の冬課外に来るわけですよ。乗り込んでくるわけですよ。俺で初対面なのにギャン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 言われると、これやっぱムカつくんですよね。ムカッパラ立つんで、やっぱり文句の一つも言いたくなるのは、これはわかります。こういう気持ちになるのはわかる。だけれども、ちょっとやっぱり今年の高校3年生はね、やっぱそういうふうにこう、なんていうのかな、根性が据わってるので、もう天上天下唯我独尊ですから、もうその学年に対して、そんな初対面の先生がですね、いきなりギャーってやると、やっぱそうなりますんで、もう先回りして私はずっとこうやって教えてますけどですね、まあそういうふうになりますから、まあこの、動画を見てある、親御さんもちょっと注意しておいてくださいねと、来月はちょっと注意ですよと、そういうふうになりますよということですね。と、あと学校の先生もできれば、もうちょっと今のうちからね、冬課外はちょっとそこら辺、うまく打ち合わせといた方がいいと思います。はい。ということでですね、なんていうのかな、まあちょっとだけ時間延長しますけれども、10分過ぎちゃいましたが、まあ、私の大好きな遠藤周作さんですね、もうお亡くなりになってますが、まあ、よく大学入試で出る現代文の文章ですけれども、まあ、彼なんかがですね、聖ということを書いてましたね。聖というのは、まあ、その、なんだろうな、聖クリスマスとかの、聖人の聖という字を書いて、聖と読むっていうようなことですよね。はい、ということで、その聖というのは語源は何なのかっていうと、まあ、その聖というのをですね、お年寄りのことをですね、昔は聖というふうに呼んでたのは何なのかっていうと、お年寄りたちっていうのは、いつ畑を耕して、いつ種をまいて、いつ水をまいたらいいかとかいうふうなことを、ちゃんとその次の日、次の日はどうなるかっていうことをちゃんとお伝えしてますよねと、そういうことを知っている、日を知っているから、聖というふうに言うんですよっていうのが語源で、それから聖人の聖という字をですね、書いて、まあ、聖クリスマスとかね、そういうな、聖という字を書いて、昔の老人たちのことを聖と言ってたけど、今時の老人たちにですね、そのパソコンのワードの使い方を教えてくださいとか、あるいはエクセルの使い方を教えてくださいとか、YouTube のね、この動画の作り方を教えてくださいだとか言っても教えきれないわけですよね。もう世の中が加速度的に変化してますから、昔のようにゆったりしていた時はお年寄りは聖だったけど、今のお年寄りたちっていうのはもう本当にゴミみたいに扱われてると。もう病院なんかでね、もう医療器具につながれてて、もう本当に全く尊敬の対象になってないと、もう見下されるようなことになってしまってるっていうのが、そういうことですよっていうことですね。だから塾とか予備校とかもそうなんですけれども、次はこうなるよ、次はこうなるよっていうようなことをこうやってですね、ちゃんと先のことが分かった上で指導していかないと、これ大ごとしますよと、聖にならざるを得ないですよと、年を取ったからもう自分はいいんだじゃなくって、年を取れば年を取るほどですね、それだけ経験が積んでいけるわけですから、次に何が起こるかっていうことは、ちゃんと塾とか予備校とかですね、まあ、学校の先生もそうだとは思うんですけれども、まあ、そういうふうにお伝えしておいた方がいいですよっていうことはですね、まあ、お伝えしておきたいかなというか、まあ、昨日ちょっと県立高校の先生がうち来られたんですけどですね、まあ、そんな感じで、ちょっと学校の先生もこれ見られてるかとは思うんですけどですね、はい、まあそういうふうに次はこうだよとかですね、私が担任の先生だったらですね、おそらくその来月な、先生たちと冬課外で揉めるなよっていうことは前もって自分のクラス担任の子たちには言ってると思いますけどですね、はい、ということで、最後まで聞いていただいてありがとうございました。気に入ってくれればチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お問い合わせシート、電話番号などありますので、よろしくお願いします。はい、ということで、以上です。